JR 貨物保機線経過車は日本貨物鉄道に在籍している貨車である。本形式は1990年から1995年にかけて日本車両製造にて34両が製作されたフライアッシュ炭酸カルシウムを専用種別とする35トン積の私有貨車である。記号番号表記は特殊表記符号。 を全知し、おほきと表記する。落成時は、小野田セメントの所有であり東藤原駅を常備駅としたが、その後社名が秩父小野田を経て太平洋セメントに変更された。秩父小野田時代でも、社体の所有社名は小野田セメントのままであり太平洋セメントに変更して10年後の2008年に太平洋セメントと表記された。1990年5月に、 試作車である一両が製作され、記号番号は、おほき線から一初代とされ、各種試験の後同社は、おほき線から901と改版された。同年11月より量産者31両が製作された。1995年10月に2両が増備された。この時点で、社名は、秩父小野田に変更されていたが、車体表記は、 小野田セメントのままであった。二役方式はエアスライド式。車体と色は灰色青帯で、全長は 14500mm、全幅は 2948mm、全高は 4058mm、換算量数は赤車5.5、空車1.8である。台車は廃車発生品の TR213 バイト型で、最高速度は 時速7 5トルである。三疑鉄道東藤原駅から、絹浦林海鉄道壁南市駅の間で運用されており、太平洋セメント藤原工場から炭酸カルシウムを輸送し、壁南市駅からフラヤッシュを輸送する。本形式で運転される列車では、車体色にちなんで、白保機貨物の愛称がある。ありがとうございます。